サード・アイ・ブラインドは1990年代初期に結成されたアメリカのオルタナティブ・ロック・バンドである。2020年現在6枚のスタジオアルバムを発表している。サード・アイ・ブラインドは1993年に最初のデモテープを作成した。数多くのレコーディング経験を積み、オアシスの前座を務めた直後の1996年6月。 エレクトラレコードとの契約に至った。1997年4月8日、彼らのデビューアルバム、サード・アイ・ブラインドが発売された。アルバムには、セミ・チャーム・ドライフを含む14曲が収録されており、当時のギター、ケビン・キャドガンは14曲中10曲を作曲する、才能を発揮し、デビュー時の成功へ導く立役者となった。この年に行われた第1回のフジロックフェスティバルで、 来日している。九百九十九年十一月二十三日には、十三曲を収録するセカンドアルバム、ブルーが発表されたが、その直後の2000年2千年二月四日、バンドの中核を担うキャドガンは脱退させられてしまう。その理由は明らかにされていない。その後、四年以上の空白を経て、二千三年五月十三日、サードアルバム、アウト・オブ・ザ・ベインを発売したが、 セールス面では伸び悩んでいる。ちなみに、キャドガンはその後バリーというバンドに参加している。バンド名、サード・アイ・ブラインドは陰茎の陰誘であるという誤解が広まっているが、ジェンキンスは読んだ本の中にあった心の目という表現からバンド名を思いついたんだと語っている。ジェンキンスの提案はメンバーも気に入りバンド名として選ばれることとなった。 バンド名は略してサンイービーとも呼ばれる。結成時のメンバーはスティーブン・ジェンキンス、エイドリアン・バーリー、ジェイソン・スレーター、そしてバンドの楽曲のほとんどを作曲したケビン・キャドガンであった。バンドメンバーは数回にわたる脱退、加入の編成を経ている。2010年6月現在のメンバーは次の通りである。かつてのメンバーは次の通りである。ありがとうございます。